こに行くの？どこに行くのかな？いろんなところがあるですね。どこに行くの？行きたい場所はどこですか？僕も一緒に連れてってほしいな。急に弾幕が襲ってこないかしら。私の番ね。これは次は誰かしら。覚悟してください。ごめんなさい。避けられる。うかつに。レッドちゃんのターン。てやっ、本気でいきます。やっと回ってきたのね。そこね。うかつに。次は誰かしら。切り刻むわ。私の番ですね。行きます。ここは僕が。やるわね。やめてください。誰にしようかな。ケイ、えい、魔性煉獄。バイバーイ。任せてください。みんなの魔性煉獄。やっと回ってきたのね。そこね。うかつに。一撃で決めるわ。本気でいきます。さあ、やりました。私の番ですね。
しようかな。何のつもりですか。えい、それ。私の番ね。これはどうかしら。とどめよ。私に当てられるとでも思っていたのかしら。いいもの見っけ。おお、嫁ばっかりのパーティーだ。見て見て、似合うかな。似合いますか？不意をつかれても当たらなければいいだけよ。プップパイプップパイ、叩いてみる。うさだのサイコーラーニュ、あたしの番だね。くらえい、えい。我が手に集え、魔界の黒狼。このターンで決めるわ。オプション展開。これが私の実力よ。なんか強くなった気がするに。そろそろ回復してほしいかも。私の番ね。これはどうかしら。こんな攻撃も避けられないの。そこ、拳で勝負です。私の番ね。これはどうかしら。弱いの。私の番だね。ぴゃっ、てやっ、すっごく痛いよ。ぷっぷぷい、ぷっぷぷい。叩く。ただのサイコロニュ。このターンで決めるわ。避けられる。一撃で決めるわ。やめてよ。あたし一番。あたし偉い。あたしの道は敵なしなのだ。いいもの見っけ。私もまだまだのようね。気に入ったわ。私の番だね。てい、
私の番ね。切る。避けられる。切り刻むわ。本気でいきます。へい、ギアナックルで。全然効かないようだ。勝ったに。私の番ね。そこね。これはどうかし、切り刻むわ。任せてください。そこ、この一撃なら。ブロッコリーの番に言う。たたくに。うさだのサイコーラーに言う。レッドちゃんのターン。我が手に集え、魔界の黒狼。このターンで決めるわ。切る。一撃で決めるわ。聞かない。私の番ですね。そっ、この一撃なら。はーい、もっと強くならなくちゃ。この調子でどんどん強くなるわよ。一発当たってしまったか。私の番ね。ブラックレーベル、究極の弾幕を味合わせてあげるわ。挑むだけ無駄だったようね。どんどん強くなるです。レベルアップだよ。力が溢れ出るみたい。いいもの見っけ。トライニュ。叩くに。うさだのサイコーラーに。誰にしようかな。やあ、てやっ。我が手に集え、魔界の黒狼。私の番ね。これはどうかしら。避けられる。風よ、私の番ですね。とどめです。私にも倒せた。誰にしようかな。ほらえい。すっごく痛いよ。私の番ね。そこね。切り刻むわ。これが私の実力よ。
皆さん、一気に行けるのに。とっとかい。うさたに。レッドちゃんのターン。せい。すっごく痛いよ。やっと回ってきたのね。これはどうかしら。こんな攻撃も避けられないの。行きます。ラジカルセイバー。私の番ね。うかつね、うかつね、風よ。誰にしようかな。てやっ、すっごく痛いよ。本気でいきます。へい、もっともっと強くなるよ。レベルアップに。ブロッコリーとケムに任せるに。私の番ね。避けられる。一撃で決めるわ。任せてください。これでもまだ私の番ですね。そこそこ、ラジカルセイバー。レッドちゃんのターン。えい、出会う。このターンで決めるわ。切る切る。弱いよ。ワクワクに。えいに。うさたのサイコーラに。このターンで決めるわ。そこね。これが私。これならいけそうです。驚いた。ワクワクイニュ。私の番だね。このターンで決めるわ。任せてください。やりました。ワクワクに。誰にしようかな。私の番ね。こんな攻撃も避けられないの。私の番だね。私の番ね。ブロッコリーの番。勝ったに。すごい。この調子でどんどん強くなるわよ。イライラする。あんな小さい町潰すのに何日かかってんだ。くそ、せっかく現場指揮を任されたってのにこんな使えねえ部下ばっかりかよ。またあんたなの。いい加減飽きてきたんだけど。
この聞き覚えのある声は。やっぱりまたてめえらかよ。いい加減しつこすぎるんじゃねえか。下っ端さん、出世されたんですか。おめでとうございます。下っ端が出世したら下っ端じゃなくなっちゃうよ。出世しても名前が下っ端じゃシュールで面白いに。部下からも下っ端って呼ばれちゃうんですよね。下っ端さんとか下っ端係長とか。相変わらず口の減らねえ。そっち。やっと回ってきたのね。ブラックレーベル、究極の弾幕を味合わせてあげるわ。とどめよ。ないんですね。この間合いなら、ここは僕が。ワクワクに。レッドちゃんのターン。でやっ。せい。我が手に集え、魔界の黒狼。私の番ね。オプションで狙い撃つわ。ワクワクニュ。女神としてみんなを守りたいんです。手加減できません。これでとどめです。レッドちゃんのターン。やっ、デイ魔性煉獄。私の番ね。これはどうかしら。避けられる。風よ。プップパイプップパイ。行くにゃ。目からシーフ。
るしかないんですね。この FTGL です。これでとどめです。レッドちゃんのターン。えい、これ。私の番ね。そこね、風よ。やったなー。みんなを守りたいんです。これでとどめです。レッドちゃんのターン。やあ、これ。ワクワクに叩くに。ただのサイコロニュー。私の番ね。切る。風よ。全力で行きます。はっ。これでとどめです。レッドちゃんのターン。くらえい、ほい。やっと回ってきたのね。うかつね。避けられる。切り刻むわ。ワクワクニュ。行くニュ。目からキープ。まだまだニュ。覚悟するニュ。やるしかないんですね。この間合いなら、音速拳フォーミュラーエッジ。レッドちゃんのターン。ソーレッド。遠慮はいらないよ。行くのだ。ターン。すっごく痛いよ。私の見捨てちゃうよ。あったれ。楽しかったね。どんどん強くなるです。もっともっと強くなるよ。レベルアップに。レベルアップ。レベルアップね。間に逃げちゃったみたい。逃げ足にも磨きがかかってきたわね。これでこの島も一安心ですね。早くファルコムさんに知らせに行きましょう。それじゃあこの島はもう大丈夫なんだね。よほどのことがなければもう一度来ようとはしないと思うわよ。本当にありがとう。君たちが来てくれて助かったよ。いえ、当然のことをしただけですから。ファルコムさんはこれからどうされるんですか？そうだね、もう一度旅に。と言いたいところだけど、それはもう少し先かな。この島には犯罪組織の爪痕が多く残っているし、まずは復興の手伝いをしないと。頑張ってくださいね。私たちも一日も早く犯罪組織をやっつけますから。うん、今回の恩は絶対忘れないから。私にできることがあったらいつでも手を貸すからね。
心強いかも。たまにはこういうパーティーも悪くないと思うわ。いい趣味。敵の攻撃に当たるつもりなどないわ。似合うかしら。似合うかね。たまにはこういうパーティーも悪くないと思うわ。ただいま、イースンさん。お帰りなさい、皆さん。長い旅、本当にご苦労様でした。ここがプラネティウヌの教会か。他の国も綺麗だったけど、ここが一番かも。ここでライブしたら何人くらい入れるかな。あまりキョロキョロしないにゅ。田舎者丸出しにゅ。指示通り各国のゲームキャラの協力を取り付けてきました。はい、こちらでは今、皆さんが取り戻してくれたシェアを凝縮して、新たなシェアクリスタルを生成中です。それが完成したら。そうです。今度こそ、女神たちを救出します。いよいよですね。ついに本物の女神様を助けられるんだね。これで一気に嫁が増えると思うと、腕が鳴るよ。女神様に僕の歌を。世界平和まであと一歩に。今度こそ失敗しない、絶対に。大丈夫なのかな。あの時私は何もできなかった。私だけじゃない、4人の女神が一緒でも。あの時よりは強くなれたと思う。でもそれでも。あの、ちょっと待ってください。どうしたですか、キアちゃん。せっかくみんなでやる気出してるのに一体どうしたの。あの、やっぱり他の女神候補生、ユニちゃんやロムちゃん、ラムちゃんも一緒に行ってもらった方が良くないですか。それはもちろん当初はその予定でしたが。みんな断られちゃったじゃない。あの様子じゃもう一度説得しても時間の無駄よ。それはそうですけど、でも。ああ、ごめん、私だわ。情報部の乙女ちゃんから。もしもし、どうしたの。え、それって。わかった。そっちも気をつけて。どうしたですか、
そんなに怖い顔して。ルイで犯罪組織の活動が急激に活発化したらしいわ。わずか数日で9割近くのシェアが奪われたって。9割?ありえない数字です。一体何が?そこまでは本当に急な出来事だったみたいで。ロムちゃんとラムちゃんは大丈夫なんですか?だからそこまでわからないってば。確かなことは言えませんが、女神が9割ものシェアを奪われれば、体に何らかの異常を来すのが普通です。そんな…気になります。他国のこととはいえ、あまり多くのシェアを奪われたら、作戦に支障が出る恐れも。まだシェアクリスタルの完成には時間がかかります。その間に、ルイの調査をお願いしてもいいでしょうか。はい、行ってきます。私も二人のことが心配ですから。あなた方は、なぜ、ルイに?可愛
悪いに。大丈夫か、ニュー。すみません。ここ数日、不眠不休の状態が続いていたものですから。そんなにひどい状況になってるですか？ロムちゃんとラムちゃんは、二人は平気なんですか？あんまり、平気じゃない。女神様の顔色悪いよ。ラムちゃんだけ？ロムちゃんは？寝てる。あの日から。ほとんど目を覚まさないの、ロムちゃん。原因はわかってるの？いいえ、未だ不明です。ただ、突然シェアを奪われたという事実があるだけで。そう。じゃあ、まずはそれを調べるところから。待ってください。二人を助けるのが先です。え？助けるって、どうやって助けるの？シェアを回復するんです。そうすれば、ロムちゃんもラムちゃんも元気になって。回復しても、また奪われたら同じに。それは、そうだ、皆さん、シェアクリスタルは作れますか？はあ、一応、方法は知ってますけど。じゃあ、回復したシェアを、すぐクリスタルにしてください。ちっちゃいクリスタルなら、すぐ作れますよね。あのね、そういうことじゃなくて、って、もういいわ。どうせ言い出したら聞かないわよね、あんたは。本当？本当にロムちゃんのこと、助けてくれるの？ロムちゃんだけじゃないよ。ラムちゃんもだよ。すぐにシェアを集めてくるからね。待ってください。お気持ちはありがたいですが。他国の方にそこまでしていただくわけには。気にしないでください。私がやりたくてやるんですから。そういう問題ではないんです。あまり他国の方に借りを作っては、ルイの自主性とか、政治的な立場とか、いろいろと。それじゃ、二人を助けちゃいけないんですか？いえ。助けてほしいのは山々ですけど、その、私にも、この国にも、立場というものが。無理強いはダメニュ。交渉では、相手の顔を立てるのも重要ニュ。顔を立てる？どうすればいいんですか？今回のケースでは、相手の飲める程度の交換条件を出すのが有効と見たニュ。交換条件？そっか、わかりました。皆さん、私たちはロムちゃんとラムちゃんを助けます。その代わり、二人が治ったら女神たちを助けるために二人にも協力してもらいます。それでどうですか？それは、妥当な取引かしら。いえ、なんかこちらにばかりメリットがあるような。それでいいよ。だからロムちゃんを助けて。あ、ダメですよ。勝手にそんな。交渉成立ですね。それじゃあ、急いでシェアを集めてきますから。押し切られてしまいました。私、ひょっとして、ダメ競争なんでしょうか。変な方向にたくましくなったわね、あの子も。旅の間に成長したですよ。
そこシェアも回復しましたね。これだけあれば大丈夫でしょうか。わからないにゅ。でもまた奪われないうちにクリスタルにした方が確実にゅ。そういえば結局原因分かってないよね。シェアが奪われた。うん、どこかに悪い奴がいるはずなんだけど、どこにいるんだろう。あら、チュチュチュ、こそこそこそ。ネズミさん、何をなさってるんでしょう。これは尻尾を掴んだかもしれないわよ。お待たせっちゅ。品切れ続出の新型マジコン大量入荷したっちゅよ。ください、3個ください。やったこれで、あのガードされてたゲームもプレイできる。よかった、俺だけ持ってなくて仲間外れだったもんな。これでまたみんなと遊べるよ。はいはい、慌てないっちゅ。ちゃんと全員分あるっちゅ。知り合いにまだ持ってない人がいたらついでに声をかけてきてほしいっちょ。なるほど、あれが原因だったわけね。あんなものを国中に配ってたんだ。早く止めなきゃ、またシェアを奪われちゃうよ。ネズミさん、やめるです。これは夢っちゅ？コンパちゃんの方からマジコンをもらいに来てくれるなんて。そんなはずないです。そのマジコンは全部没収です。没収？それは困るっちゅ。でもコンパちゃんになら全部没収してほしい、そう思う自分がいるっちゅ。でもダメっちゅ、これはまだ製造数の少ない希少品、いくらコンパちゃんでも渡せないっちゅ。あ、待てー、往生際が悪いぞー。追いかけましょう。これ以上あんなものが配られたら大変です。たまにはこういうパーティーも悪くないと思うわ。レッツゴー。敵の攻撃に当たるつもりなどないわ。すごいでしょう。これどうかな。
ゃん登場。プップパイプップパイ、誰にしようかな。てやえい、私の番ね。避けられる、こんな攻撃も避けられないの。そこ、この程度の攻撃、避けられる。そこね、挑む。おまぬけさんだな。えい、叩く。誰にしようかな。せい、このターンで決めるわ。本気でいきます。私の番ね。オプション展開。こんな攻撃も避けられないの。てや、楽勝楽勝。回ってきたのね。そこね、そこね、切り刻むわ。任せてください。やりました。本気でいきます。私にも倒せた。風を、誰にしようかな。私の番ですね。やりました。わかんにゅ。え、楽勝にゅ。レベルアップです。レベルアップよ。女神候補生ですけど、ゲーム業界のために頑張ります。こんなとこまで追ってくるなんて。ネズミさん、マジェコンを渡すです。それはできないっちゅ。どうしても嫌だって言ったら。力ずくで取り上げるです。コンパちゃんとは戦いたくないっちゅ。でも、でも、愛と仕事の両立は無理っちゅ。どうせコンパちゃんは振り返ってくれないし、だったらここは
強そうなのが出てきたんだ。頑張るちょ。やったな。あたしの番だね。こんな攻撃私の番ね。ブラックレーベル、究極の弾幕を味合わせてあげるわ。とどめよ。私の番ですね。刮目してください。装着完了です。はっ、まだまだ一緒ね。私だってこんなこと聞かない。エリアルアサルトで決めます。ワクワクニュ。目からビーム。失敗ニュ。私の番だね。えい、やえい。すっごく痛いよ。全力でいきます。やめろって。まだまだ私が未来を切り開きます。やっと回ってきたのね。ブラックレーベル、究極の弾幕を味合わせてあげるわ。とどめよ。やるしかないんですね。こんな攻撃効かないっちゅ。この間合いなら痛いっちゅ。ラジカルセイバー。誰にしようかな。まだまだっちゅね。せい、すっごく痛いよ。まだまだです。この間合いなら、まだまだっちゅね。私が未来を切り開きます。私の番ね。うかつに、うかつに一撃で決めるわ。まだまだ行くね。ワクワクニュ。行くニュ。目からビーム。まだまだニュ。覚悟するニュ。
残機も増えてくれないかしら。愛にも仕事にも破れたっちゅう。なんかコンパがもう少し悪い女だったら、あのネズミこっちに転がる気もするんだけど。え、私悪い子になった方がいいですか？うん、まあ無理な話よね。気にしないで。さて、あとはこのマジコンを処分するだけね。わーい、壊す壊す。叩き割るにゅ。これでしばらくはシェアを奪われずに済みそうですね。ええ、今のうちに教祖にクリスタル作ってもらいましょう。
たまにはこういうパーティーも悪くないと思うわ。これだね。いい選択だね。これだね。いい趣味に。なかなかいいじゃない。かわいいです。新型マジェコ？そんなものが出回っていたのですか。大丈夫、私と嫁の共同作業でちゃんと全部壊してきたから。しばらくはシェアを奪われることはないと思うです。そんなことより、ロムちゃんは？ロムちゃんはどうなるの？落ち着いて。これだけのシェアがあれば、小型のクリスタルならすぐ作れるから。じゃあ治るの？ロムちゃん治るの？大丈夫、きっと治るよ。そっかよかった。大丈夫っすよ。降りてきてください。ん？待って。体が引っかかってうまく降りられない。ああ、体大きいですもんね。っていうか、その体でなんで潜入任務なんて買って出たんすか？あっ、そんなことは自明の理由。ここに、この部屋に、愛らしい幼女が眠っていると聞いたからだ。まあ、確かに眠ってますけどね。まことか？見たい、今すぐ顔見したい。おのれ、なぜこんな時に体が引っかかる。これ、絶対沈船ミスだよな。ぬえい、まどろっこしい。こんな天井謎を粉砕してくれるわ。ダメっすよ、あんまでけえ音立てちまったら。
もう、ミナちゃん遅い。そんなにせかさないで。ほら、もうすぐできるから。えい。できた。やったやった。ふう、小さいけれどこれでも十分な力があるはずです。早くロムちゃんのところに持って。何の音？私たちの部屋の方から。天井が壊れる音じゃないかな、多分。なんで天井がいきなり壊れるんだニュ？まさかロムちゃんの身に何か。何やってんすか。こんな音立てたら見つかっちまうじゃねえですか。幼女の前の障子だ。おお、これは愛らしい。幼女の女神とはここまで。触ってもいいかな。あわよくば舐め回したりしちゃっても。興奮してる場合じゃねえっすよ。早いとこやることやっちまいましょう。そうだな、つい我を忘れてしまった。今慌てずともこの幼女はすぐこの手の中に。誰？怖がらなくてもいいんだよ。さあこの目を見るんだ。この目をじーっとよく見て。これでよし。さて、この幼児はしばらくお前に預けよう。楽しみは後にとっておくものだからな。傷つけたりするなよ。あと、許可なく触れるのも禁止だ。わかったな。すげえ人なんだけどさ、あの性格、なんとかなんねえのかな。ロムちゃん大丈夫？ちぇ、そりゃまあ、バレるよな。ああ、めんどくせえ。何をしているの？ロムちゃんから離れて。まあ離れてもいいんだけどよ、このチビガキの方が離れたがらねえんだよな。ロムちゃん、どうしたの？そいつは敵でしょ？敵か、敵ね。じゃあ試してみるか。おい、チビガキ、てめえの敵に攻撃しろ。うん。開いた。え、ロムちゃんが私をぶった？どうやら敵はてめえらの方みてえだぜ。あんた、その子に何したの？洗脳ってやつだよ。信仰のねえ弱った女神様は簡単にくるっと行きやがったぜ。女神を洗脳？そんなこと許されるはずが。てめえに許してもらうつもりなんざねえよ。さて、じゃあこの国のなけなしのシェアももらいに行くか。ついてきな。はい。待って、ロムちゃん、ロムちゃん。あんたこそ待ちなさい。今追いかけても何もできないでしょう。話して、話してよ。私とロムちゃんはいつでも一緒なんだから。
んを元に戻せる方法は？わかりません。女神が洗脳されたなんて記録にないことですし。王子様ことレッドちゃんの愛の口づけで元に戻らないかな？おとぎ話みたいに。ダメ！ママちゃんに乱暴したら許さないから。うまく言えないけど、なんかこう心を揺さぶるようなことをすれば。下っ端が信仰がないから簡単に洗脳できたって言っていたにゅ。それがどうかしたですか？逆に言えば信仰があれば簡単には洗脳されないはずにゅ。信仰？じゃあシェアクリスタルを使えばもしかして。敵の言葉をそのまま信じるのもどうかと思うけど。あくまで可能性の話にゅ。他の手段もありませんし、試してみる価値はあるかもしれません。決まりね。じゃあ早く追いかけないと。今さら追いかけても遅いわよ。どうせ向こうもすぐ行動を起こすだろうし、情報を待ちましょう。皆さん、今情報が入りました。情報というより正確には苦情ですが、女神が街中で暴れているから何とかしてほしいと。早速動いたわね。みんな準備はできてる？はい、バッチリです。ノムちゃんにひどいことさせて絶対絶対許さない。調子だ。壊して壊して壊しまくりやがれ。壊して壊して壊しまくる。いい眺めだぜ。女神が自分の国を破壊してやがる。最高の見せ物だぜ。見つけました。やっぱり来やがったか。せっかくの余興を邪魔するなんて野暮な連中だぜ。こんな悪趣味なこと余興とは言わない。ロムちゃんを返して。返さないって言うなら。あ、なんだよ、力づくか。いいぜ、かかってこいよ。もっとも、手出してきたら全部こいつがかばって受け止めることになるけどな。卑怯だよ。先生堂々戦え。言うだけ無駄よ。ネプギア、いける？はい。だけか。お願い、ロムちゃん、元に戻って。た
ただのコケ脅しかよ。そんなんで戻るほどチャチな洗脳じゃ。おい、何苦しんでやがりますか。まさか洗脳が解けるとか、つまんねえオチは勘弁しろよ。聞いているニュ、あと一押しニュ。ラムちゃん、何か声をかけてあげてください。ラムちゃん、私だよ。わかるでしょ、ラムちゃんってば。ラムちゃん。まずい、洗脳が解けたりしたら絶対怒られる。あんなに楽しみにしてたし。おい、ずらかんぞ、早くしろ。はい。あー、待って、ロムちゃん。あと一押しよ、今度は逃がさないわ。たまにはこういうパーティーも悪くないと思うわ。先手を打たせてもらったわ。プップパイプップパイ。たばりなせ。たばりなせ。レッドちゃん
のターン。レイ。レイ。このターンで決めるわ。任せてください。そこ。やっと回ってきたのね。こんな誰にしようかな。楽勝楽。なんか強くなった気がする。お宝ゲット。チャンスです。ブロッコリーの搬入。プッププイ。レッドちゃんのターン。レアレイ。我が手に集え、魔界の黒狼。私の番ね。私の番ですね。私にも倒せ。本気でいきます。誰にしようかな。バイバイ。このターンで決めるわ。挑むだけ無駄だったようね。みんなが一緒なら心強いかも。奇襲でもしないと当てられないのかしら。ブロッコリーの搬入。叩く。私の番ね。オプション展開。次は誰かしら。覚悟してください。やっと回ってきたのね。ワクワク楽勝に。このターンで決めるわ。こんな攻撃も避けられないの。私の番ですね。はい。すごい。やり。もっともっと強くなるよ。これならいけそうです。するだけ無駄な戦闘ね。プップパイプップパイ。誰にしようかな。よ私の番。本気で行きます。私の番だね。なさい。任せてください。みんなは大丈夫かにゅ。
似合う？うん、いいかも。皆さん、一気に行くよ。ぽっぽっぽっぽい。私の番ですね。ごめんなさい。レッドちゃんのターン。私の番ね。私の番ですね。ぷっぷぽい、ぷっぷぽい。楽勝に。レベルが上がったです。膝に磨きがかかったみたい。レベルアップよ。そろそろ回復してくれてもいいんじゃない？このステージで決めるよ。後ろから。ブロッコリーの番に。レッドちゃんのターン。サウンドオブヘブン。私の番だね。どの歌が聞きたい？ガクオスフォルサンド。任せてください。誰か回復して。その期待に応えてあげるわ。我が手に集え、魔界の黒狼。やっと回ってきたのね。
オプション展開。こんな攻撃も避けられないの？覚悟してください。私の番だね。ラックショー、レベルアップです。やり、もっともっと強くなるよ。一発当たってしまったか。やっと回ってきたのね。よっ、こんな攻撃も避けられないの？私の番ね。よっ、挑むだけ無駄だ。いいもの見っけ。ぴょーん。私もまだまだのようね。次は誰かしら。私の番ですね。このターンで決めるわ。これが私の実力よ。やったです。レベルが下手に磨きがかかったみたい。残機も増えてくれないかしら。敵の攻撃に当たるつもりなどないわ。やっと回ってきたのね。キル。これはどうかしら。こんな攻撃も避けられないの？私にも倒せ。私の番ね。キル。部活の一撃で決めるわ。私の番だね。やあ。MVP。レベルアップに。
番だね。くらっ、バイス。やっと回ってきたのね。本気で行きます。ごめんなさい。切り裂きます。私もっともっと強くなるよ。一気に決めるわ。ブロッコリーの番にゅ。あたしの番だね。せい。くらえい。とっておきの一撃だよ。このターンで決めるわ。これはどうかしら。よ、本気でいきます。いっけー。ごめんなさい。プップパイプップパイ。私の番ですね。やっと回ってきたのね。これはどうかしら。これはどうかしら。挑むだけ無駄だったよ。レベルアップです。この調子でどんどん強くなるわよ。いいもの見っけ。おー、嫁ばっかりのパーティーだ。いい選択だね。このターンで決めるわ。これよっ、任せてください。いきます。それでもまだ。このターンで決めるわ。これはどうかしら。これ誰にしようかな。私偉い。いつも立ちにするにゅ。誰にしようかな。やっと回ってきたのね。よ、私に当てら。準備はできてます。ブロッコリーの番にゅ。あたしの番だね。やったね。私の番。弱いわ。任せてください。やったです。レベルアップだよ。残機も増えてくれないかしら。私の嫁は私が守るから安心してね。
私の嫁は私が守るから安心してね。先手を打たせてもらったわ。プップパイプップパイ。あたしの番だね。